こんにちはどうもカカーですよいしょー皆さん薬が入りませんこれも何の動具かっていうとですね今病院とか薬局とかに行かれてる方で、まあ、なかなか薬が入らないからと断られたりとかですね不足薬として後日郵送するとかですね来局いただくっていうような形で対応されてる方もいらっしゃるのではないでしょうか誠に申し訳ございません もういろんな理由があって薬っってていいうものがが流通すすごい滞ってるんですよもうここ何年かがそれすごい続いててもう漢方がなくなったり風邪薬がなくなったりもうその他の薬もですよもうどん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 薬の流通がストップしていってですね患者様には本当にご迷惑をおかけしてます。で まあ僕たち薬剤師もですねもう本当に薬の確保に必死になっててでやっぱ薬局によっては優先的に一応卸には薬が入ってくるでもその優先順位が違って優先順位の高い薬局から病院薬局からその薬が出回るパターンと本当にも卸にもないすっからかん。 もう製造が追いついてないとかもうそういったパターンがあるんですよで、まあ、大手の病院とか有名病院っていうのは、まあ、薬を切らすわけには絶対にいかないわけなので、まあ、ほぼ多分最優先順位で入荷していくんですけども我々調剤薬局の薬剤師っていうのはやっぱり何かの門前とかですよ例えば耳鼻科の門前だったらカルボシステインっていう た、まあ、短きりとか悪い鼻さらさないし出していくようなお薬がまだ入るでも耳鼻科とか内科の門前じゃなくて、まあ、ちょっと婦人科とか、まあ、精神科とか、まあ、ちょっと違うような整形とかの門前の薬局に行ったら行ってもあるんじゃないかと思って行かれてもそれはもうさすがに入らないし、まあ、そもそも置いてないっていうパターンがあると思うので。 ちょっと風邪薬関係ですね、咳止め、短切きり、そういった関係の薬っていうのは、えぜひですね、一度、まあ、家の近所にですね、薬局があって、そこでもらいたいと思っても、まあ、その受診した病院の門前、近くの薬局に行かれた方が、入手の率が高くなるかなというふうに思います。 で今何でそんなことが起きてるのかって言ったらまあ本当に最初は戦争とかコロナとかあったんですけど定期的に大手製薬メーカーがそのき、ね、自主回収とか言って例えば溶出性その薬の溶ける感じにちょっと問題がありましたとかまあもちろんですよその人体に影響は及ばさないというケースの方がまあ多い圧倒的に多いんですけどもちょっと不備があったから。 全部ですね回収させてもらいますとかやって回収されていっちゃったりとかですねうわこの時期このタイミングにかっていうことがあったりとかするんですよなのでまあ我々もですねそれに関しては頭を悩ませててで僕も今神奈川東京埼玉のマネージャー僕今やってるんですべ、まあ、ての店舗見てますけど、まあ、入る店舗入らない店舗っていうものがあるんですよ薬によっては。地域によってなんですけどもただ ないものはないっていうような例えばですねアスベリンドライシロップって言ってせ咳止めのですね、粉なんですけどもこれもやっぱりその子供、小児科の方が来られて咳コンコンしてて、まあ、そういうのが出るけど、まあ、入らないんですよね例えばこういうのとか入るところももちろんあるかもしれないんですけど、まあ、なかなか入らないと。 そしたア、まあ、スベリンさんいうものにですね疑義、まあ、紹介して変えてもらったりとかそのドクターとですね僕、まあ、何からちょっと薬似たようなものに変えてっていうふうに言ったりとかもう明らかに入らない薬はですねもう患者さんにもですね申し訳ないという話をして手法を削除してもらったりとかあと近隣の店舗さんに電話をかけて、まあ、持ちつ持たれつということで、えーとまあ、お互いあげたり、ね、もらったりっていうような関係でやったり。 他の店舗からな、まあ、何とか少しだけ分けてくれへんかってことでまあ郵送してもらって僕が守って行ったりとかまあ、そういう風にして今対応している状況でございますなのでですねこの動画を出す意味としては、えー、もしもですねそういった状況に置かれている患者様が今この動画を見ておられたら本当にですねあの申し訳ないんですけどなかなか入らないものは入らないだから薬剤師にとかドクターに言う ドクターに言ってもその流通状況が分かってないパターンもあるんで薬剤師にですねこれに似た薬で似たような効果のお薬他にないのかそれをドクターに提案してくれないかとかそういうことを言ってもらったりとかですねしてまあその処方された薬により近いものを提供させていただくような形 っていうのが一番ベストだと思いますのでもしも薬剤師にこれないんですって言われたらそれに近い薬ないですかって聞き返してもらったりとかまあおおよそなかったりとかするかもしれないんですけどまあ人によってはじゃあそれちょっとドクターに相談してみますねって言って似たような薬に変えてもらうこともできるかもしれませんしそこはですね患者様の方からも非常にお手数ではあるんですけども薬剤師にですね確認してもらえたらなという風に思いますはい今日はですね薬が入らない報告でした もう今の時期ですね本当にいろんな風邪インフルコロナ流行ってますのでまずは病気にならないようにですねご自身の体を一番に大切に思ってお過ごしくださいではですねこのようにお薬の情報とかも流したりしますのでまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ